どうも、アルディです。前回の動画では、リアの AT バンパーを制作しました。その中で間違った名前で呼んでしまい、本当に申し訳ありませんでした。今後はこのようなことがないよう精進してまいります。で、この AT バンパー、簡単に作れるのに結構よく動くので、とても気に入りました。このままフロントも AT にしたいと思い、動画を検索していると、ありました。ミニ四駆 YouTuber T ひろきさんの動画。今回はこの動画を参考にさせていただき、フロントの AT バンパーを作っていきます。まずはキット付属のフロントステーに、これも在庫で眠っていたジュラルミンステーで補強。AT の支柱が通る穴を 3mm のピンバイスで拡張していきます。で、付属ステーとビス止めをしたここのビスは少しだけはみ出る長さのビスを使い、このぐらい出しておきます。その理由は後ほど。で、AT に使うバネはこれ。硬さがミディアムの金色バネを使います。なぜか、それはアバンテには金色が似合うからです。うん。で、こんな感じになりました。AT の支柱にはキャップスクリューを使ったので、動きはとてもいい感じだと思います。そして、キット付属のバンパーは当然ですがシャーシとシンデレラフィット、ガタつきもなくしっかりとシャーシに収まってくれます。ただ心配なことが一つあり、AT の支柱にキャップスクリューを使っているのですが、ネジ頭が削れていて汚い。もとい。AT の支柱にキャップスクリューを使っているのですが、ここが何かの衝撃で割れてしまったら、マシンが終わってしまうし、何より正面衝突したら絶対に割れそう。というわけで、カーボンの端材を使い、シャーシを補強。ローラー下には、フロントアンダーガードをカットして装備しました。リサイクル、リサイクル。そして、完成した AT バンパーがこちら。当初、キャップスクリューを支柱にしていましたが、シャーシの補強にカーボンを使ったので、厚みが増し、キャップスクリューでは長さが足りなくなり、同じく表面がツルツルの両ネジシャフトを支柱に使いました。さらにマスダンパーを装備。この支柱にも両ネジシャフトを使い、こんな感じで下からビス止めし、瞬間接着剤で固定。走行時にはさらにマスキングテープを貼り、ナットが外れるのを防ぎます。というわけでマシンが形になってきました。AT の動きはこんな感じ。とてもスムーズに動いています。で、ここで AT バンパーの逆スラスト対策の一工夫。この部分のビスとこのビス。お互いがぶつかるようにすることで逆スラストを抑えるようになっています。スラストがきつい場合には編み出したネジを引っ込めるとスラストが緩まる仕組みになっています。これにより
レース中もちょっとしたスラスト調整ができると思います。さて、この間にリアもフロントと同じタミヤブルーのジュラルミンステイを装備。これは単純にかっこいいからというチョイスです。で、そのリア周りなんですが、 AT に一工夫してみました。ブレーキステイを固定しているこのビスと AT バンパーがいい感じで当たるようになり、可動域のリミッターの役割を果たすようにしました。これによりリアが常に安定した状態で走行してくれるとイメージしています。というわけでマシーンが形になってきました。アバンテの良さをそのままにいい感じになってきたと思います。実はこのマシンの最初の見た目はなんとなく芯に響かなかったんですが、ここに来てグッとフォルムが引き締まった感じがしています。やはりアバンテには適度な金色が重要ですね。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白かった人はグッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。